バザーにいろいろな商品をね、出しております。こんにちは、ちょめです。もう少しでレベルが上がります。これ、またちょっと私失敗しちゃいましたかね。畑にいろいろじゃがいも植えてから。最後ラズベリー植えたいんですよね。ちょっと計算してやろうかな。少しずつこんな感じ。多分大丈夫だとは思いますけどね。今回はなんとか大丈夫でしたね。ちょっと夜なので、レベルが上がったらまたね、ちょっと次の日やろうと思っております。この辺も全部、このようにね、全部やっております。これを置くだけでいいかな。フクロウの依頼であげますか？まだ上がらないかな。左上。どうこれで。あ、ちょっとレベルが上がったから、下はできなかったみたいな感じか。はい。レベル60になりました。燻製工場とか、このような感じのやつができるようになりました。メインストーリーの追加はありません。レベルが上がると、このようにね、すべてね、できます。レベルアップボーナスですね。だから、これですね。畑とかも、こんな感じに、もう一気に、ラズベリーとか、できます。ちょっと明日取りますって言ったんですけど、ちょっと収穫だけはしておきますか。ただ、この木は、ちょっと裏でやっておきますね。体力回復させたりとかして、やらないといけないのでね。ステーキングのボーナスがどれぐらい手に入るのかっていうのも見せたいので、ちょっと取ってみますか。おお、なんかプラス3が来たよ。毎回、もう腹ペコの時に取ればノーリスクですからね。ちなみにトップ 8% です。これはちょっとね、調整するのでね、ちょっとこれはちょっと取らないようにしよう。これは使うからいいかな。もうプラス2。出る時は出ると。この辺も使うからね。プラス1。果物を取るときはお腹いっぱいみたいな感じですね。もうすぐ100万エルフシルバーです。ちょっと豚ちゃんとかも取っとこうかな。朝起きたときもこんな感じでやっております。あんパンちょっと多すぎるんですよね。ちょっとパンは止めるか。これもちょっと止めてもいいかもしれない、ピザは。これはちょっと取るか。ね、結構いいんですよね、収益率が。これも取ろう。いざとなったら回復で使えるから。これも売る。ちょっとジュース屋とかも今後考えてます。これ売れるときは売れる。この取っとくか。で、これも取ると。こんな感じですね。これ、イチゴじゃ全然売れないからな。これはちょっとハルトさんにいざとなったら買ってもらうから、めちゃめちゃ高く売れるんですよ。この卵なんとかっていうの。はい。おはようございます。バザー、いろいろ売れておりました。ありがとうございます。ご購入。2024年6月の5日、6時7分ですね。またちょっと後出しておきます。もうちょっとで100万達成しますね。で、今日はとうとうこのメリーゴーランド建設します。この必要な材料に関しては、フクロウで入手ができます。じゃあ完成です。このような感じですね。無課金でもレベルを上げると、このような感じで、メリーゴーランドが手に入ります。もう一個欲しい人は課金して買うみたいな感じです。で、1日3回の星の粉も見ております。あと、こっちの方も立てておきます。トリムゴンの泉です。これでもなんか使うことなくなっちゃったかな。こちらの倉庫のやつ、素材に関しては。またなんか新しいやつが出てくるまで、こちらはなんか使わないかもしれませんね。で、今日はこのお役立ちクエストっていうのをやっていきます。青いベンチを設置するのはどうかしら？これもう全部設置してるんですよね。だからクリアですよね。どんどんやっていきます。遠くの島でピンクフレアツリーを見たことがある。この島にもあるのかしら？そのままなんだけどね。これは、あれですね、この限定のやつをどんどん立てていったら達成されるみたいな感じになってますね。なので私は全部終わってるので、これすぐ終わりそうですね。今日このペンリクエストをね、ちょっとやっていこうかなと思ったんですけど、ちょっと他の実況を考えないといけない。多分これだけだったら持たないですね。遠くの島でカラフルな木を見たことがある。この島にもあるのかしら？だから本来だったら、これ、ウォータースライダーを設置するのはどうかしら？きっと良い気分転換になるわ。ウォータースライダーも立てております。あ、ウォータースライダーまでで終わりだ。お役立ちクエストに関しては。ウォータースライダーこれですね。だからまたメインクエストも、このお役立ちクエストも今後追加されるでしょうね。で、これ、一気に受け取るで、毎回やってますね、これ。まあ、150まで達成できたらいいかな。で、あと、ウィークリーとか、やってる感じですね。ちょっと他にネタをちょっと考えよう。これ、100万達成したら、私も、この、なんて言うんだろう、ドライフルーツ工場はわかんないんですけど、このジュース屋さんとかは、もうちょっとね、廃業しようかなと思ってるんで、これ削除できるんですよ。ちょっとできた後ですね。ちょっといろいろ考えてます。で、今、こうやっていろいろ作ってるんですけど、アンパンとかもかなり作りすぎちゃったんですよ。これ小麦2消費するんですよね。別に作るのに。もうこの辺パン置いただけ置いてから、小麦とか、ね、普通にもう取っておこうかなと思って、作物とか。もう、ね、お金、まあ、あったらで嬉しいんですけどね。エルフシルバーは、こちらですね、今後。ドリンク工場とか、スイーツ屋とか、ケーキ屋とか、燻製工場。もうこれだけあれば多分大丈夫でしょう。なんとか建てれそうな感じがしますね。50、60。そうですね。大丈夫そうですね。だからもう、達成しました、ある意味。あと、最近は、こちらのVIPパスか。課金したらなんかね、下、エルフシルバーがめちゃめちゃ手に入るようになってますね。200何ボットぐらいかな。無課金でも上はもらえますね。あ、じゃあこれやりましょう。お城の拡張はもうできない、ここ。ただ追加ランドはお城の拡張できるから、それは今後にしよう。これもね、ちょっと使うか迷ってるんですよね、このロープとか。これ追加ランドになんか多分使えるんじゃないです。なんか画面暗くないです。大丈夫かな。もう荷物枠だけちょっとやっとくか。久しぶりの拡張。OK。結構溜まってきたんでね。もうちょっと実況で見せておりますので。まあ、一応ちょっと次のネタをね、探しておきます。実況的に。フレンドさんのランドを見てからいろいろ紹介しましょうかね。これなんか、あるやつとないやつの差が激しいですよね。ハンマーないな。ペイントとハンマー交換していい感じにするっていうのもいいかもしれませんね。あとこっちか。あと実況外では袋をやっておこう。まあ、あと掲示板っていう手もありますし、これは工事が手に入らない。カンナだけがない。なんでこの2つはいっぱいあるのに。あとこっちもやっておこうかな。これがないんですよ。ノコギリ A が全然ない。広くしていこう。で、こっちとかも経験値とかエルフゴールドとか、こんな感じで入りますからね。タップとか。これでどんどんレベル上げていくっていうのもいいかもしれませんね。経験値。掲示板でレベル上げするみたいな感じですね。でも60になったからな。ただ、60以上になって、なんか作れるやつがね、増えるみたいな感じもあると思いますけどね。まあ、あとはまあ、なんかイベントとかがあった時に、なんか実況を撮るみたいな感じにしますかね。同盟倉庫に預けておきました。で、あと、この同盟の畑見てください。水やりしなくても育ちますんで、この水やりの効果に関しては、ちょっと過去の動画、再生リストから探して見てみてください。今私は大豆をずっと植えております。アンパンが来た時に、なんか高く売れるかなと思って。まあ、パン屋で使う素材ってめちゃめちゃ必要なんですよね。材料が。だからこの、今見てる方、もうもしかしたらアンパン出てるかもしれませんけど、大豆育てておくのいいと思いますよ。ちょっとね、私の動画はね、ちょっと遅くなっちゃうんですよね。投稿するのがどうしてもね。空いた時間に実況を撮って、空いた時間に編集して、投稿してるスタイルなんでね。で、まあ、あとは食べてから、まあ、ちょっとまた大豆とか植えておきます。また、バザーもいろいろ出しておきますね。はい。こちら、ごまが育ちました。まあ、収穫してみましょう。まあ、朝起きたらすぐに収穫できるような感じにしておくといいですね。プラス32とかいいですね。私こっちも一応今は大豆を植えております。何がいいかなこれ。結構ね、トマトジュースいいんですけどね、トマトジャムか。トマトジャムですね。でもジャム屋さんもしかしたら取り壊してるかもしれない。これ5時間か。ちょっとまあ、ジャムよりもっと、ちょっとジャムは食べ過ぎかもしれない。だからもしかしたら、こうやって、取り壊してる可能性があります。ただ、この真ん中のエルフゴールドとかは無駄になっちゃいますね。まあ、取り壊す理由に関しても、再生リストからちょっと過去の動画を見てください。取り壊すことのメリットって、実はあるんですよね。現時点の2024年6月5日時点の仕様です。もう、過去に言ってるので、今回はちょっと省略しますので。で、あと、ランドランキングとか、ちょっと作ろうかな。あと、このランドももしかしたら私、なくなってるかもしれない。売ってから。わかりませんけど、結構ね、管理するの、毎日ログインして収穫するのがね、結構ちょっと大変になってきたのでね、ちょっと調整とか、まあ、そんな感じですかね。今日は2024年6月の5日に動画を撮っておりました。何か動画のネタがあったら気軽にね、コメントの方お願いします。次回はこのエルフシルバー、100万エルフシルバーを達成した動画。と、あと、掲示板までやってないから、掲示板をちょっとどんどんやる実況を撮ろうと思っております。あと、ランド、まあ、個人的な何がいいのかみたいな感じ。まあ、こちらはちょっと予定なので、もしかしたらないかもしれませんけど、まあ、そのあたりは考えておりますね。で、あと、イベントがもし今後あったら、まあ、そちらの方もなんか撮ってると思います。あと、ブリード機能とかもあったら、私ちょっとマスター持ってないからちょっとブリードは参加してなかったんですけど、ちゃんとエルフはいますからね。ただこのエルフがね、まだちょっとずっと使えない状態なんですよね。これはいつ治るのでしょうかみたいな感じになってますけどね。だからこの子とこの子ブリードしたやつの結果とかもちょっとお見せできたらなと思っております。あと、わかんないんですけど、この追加ランドの拡張をちょっとどこかで見せたいなとは思ってるんですけどね。ちょっとなかなか見せる機会がないのでね。ちょっと素材とかももったいないかなと思って、このレベル上げて、こっちの方か。レベル4のやつとレベル10のやつの、なんか必要素材みたいな感じですね。これもまあ今後ね、できたらします。もしかしたらやってないかもしれませんけどね。これもしやっちゃった後に売ったらちょっと素材がもったいないなと思ってからちょっと全然手を出してない状態で、あとどれにやればいいのかっていう決心がまだつかないんでね、ちょっとまだやってない状態になっておりますね。まずホームランドの方からやりたいなっていうのがあるんでね、そのような感じですかね今日は。ではご視聴ありがとうございました。実況者はちょいでした。一応ね、パート100ぐらいまでは撮りたいなと思ってるのでね、なんだかんだちょっとネタを探して、ちょっと撮っていけたらなと思っております。